三部市は千葉県の北東部に位置する市。都市雇用県における東京都市県。三部杉や苺の産地として知られる。千葉県の北東部に位置し、県庁所在地である千葉市から約 30km の距離である。東京都の都心から約60から 70km 圏内である。都市雇用県における東京都市圏に含まれる。平野部は 九十九里平野に含まれ、日本有数の砂浜海岸である、九十九里浜の中央から南側にかけ、約8キロメートルにわたって、太平洋に面する。気候は、旧ハ沼村や鳴門町等の九十九里平野は、海洋性気候で温暖、旧三部町地域等の内陸部は、内陸性気候で寒冷である。合併以前は、三部郡、三部町とも読みは、三部であったが、 現在の三部詩の読みは、三部である。武者国像や武者軍の読み方、武者を受け継いだ、三部の方が古い歴史的な読み方であり、1975年、あたりから何時の間にか、三部に変わってしまったので、重い歴史を持った三部の方が、新しい詩にふさわしいためであるという。なお、三部軍は、現在も三部軍が正式な読みである。 2002年11月25日に三部地域合併準備会が発足した。当初はこの4町村と東金市、九十九里町が合併する計画で2003年12月25日に三部地域合併協議会が新市名を九十九里市と決定し2005年3月22日の合併を目指していた。2004年11月28日の東金市の 住民投票で合併反対が多数となり離脱することになり2005年1月31日に三部地域合併準備会が解散することになった結局東金市と九十九里町を除いた四町村が合併することになった実現していれば13万人の都市になっていた2005年1月31日に三部中央四町村合併任務協議会が 新氏名を太平洋氏と決定した。古谷厚氏松尾町長は決してパシフィックオーシャンの意味ではない。大きな希望を持った平和な氏と理解してほしいと釈明したが、一時地帯が太平洋を名乗るべきではないという趣旨の抗議が相次いだ。そのため、2005年2月27日に新氏名を白紙撤回され、 住民アンケートを行って、同年3月15日に、現在の氏名に変更された。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、6.89%減の52,222人であり、増減率は、県下54市町村中44位、60行政区域中50位。東金市と同様に消滅可能性都市に、 指名されている。三部警察署指政今関久と林義和の二名は、2014年4月20日に行われた市議補選で当選した。県政国政農林業、観光業を主産業とする。農林漁業栗山川漁港農業では、20カ所を超えるいちご狩り観光農園を有するなど、果物の生産が盛んである。林業では、 三部杉の産地として知られるが、近年は過疎による後継者不足に悩んでいる。また三部杉などの木材を加工して作られる、組子細工は、主に障子や欄間などの建具に施される技法で、それは施された建具を、かず建具と呼ぶ。これらは、法歴年間に普及し始めた三部杉の台頭によって、より盛んになり、伝統工芸品として、 暴走の魅力500選に選ばれるなど評価されている。なお、三部杉には杉の溝不病という奇病があり、近年の林業の衰退から干ばつなどの森林管理が適切に行われず杉などの山林が放置されていたことが、2019年9月に発生した令和元年暴走半島台風で、三部市を含む千葉県内で、 倒木被害により発生した停電と、その復旧作業の妨げにつながったという指摘がある。また、昭和初期までは、漁業も盛んで、旧波沼村地区は、栗山川漁港を利用していたが、繁栄期に比べ衰退傾向にある。本社、本店を置く、企業市内に、事業所を置く企業松尾地域には、松尾大工業団地があり、誘致企業の工場などが立地している。 東金市から、鳴門地区にかけての国道126号沿線には、ロードサイド店舗が多く出店しており、店舗密集地になっている。合併などの経緯から4地域に分かれている。住所表記各地域ごとに、住所表記が異なる。千葉県立鳴門高等学校千葉県立松尾、高等学校高等学校中学校、小学校児童福祉施設郵便局図書館文化。 施設スポーツ施設自動車教習所市内に空港はなく、千葉県成田市の成田国際空港及び、東京都大田区の東京国際空港が、最寄りとなる。成田国際空港、約 20km の距離東京国際空港、約 55km の距離中心となる駅、成田駅成田駅前、バスターミナルシーサイドライナー空港シャトルバス高速、バス高速バス路線はいずれも、 千葉フラワーバスが運行。東京ルート、千葉ルート路線バスコミュニティバス、三部市、コミュニティバス、三部市機関バスを運行している。その他、芝山町コミュニティバス、芝山ふれあいバスも利用できる。おらいは沼観光農場温泉海水浴場国、県指定及び国登録文化財一覧。 2020年東京オリンピックパラリンピックマイナスホストタウンとしての登録を2015年12月8日付で内閣官房に申請し2016年1月26日にスリランカを対象としたホストタウンに登録された。ありがとうございます。